今日はバファロー先発は山本翔吾。これは初回ツーアウトランナー二塁、ツーアウトランナー二塁から三盗で三塁に進んで小屋のその盗塁が行きました。ショートへの内野安打、これでファイターズが1点を先制します。ファイター先発は増井、初回ワンアウトランナー三塁一塁、バファローズにとっては大きなチャンス、4番のカブレラ。ここは外のこれフォークボールですかね、と思うんですけどね、463の併殺打、バファローズがチャンスを生かすことはできませんでした。3回のファイターズ、田中歩いてこれはエンドラン、ショート逆を突かれます。田中健介は三塁に進んでこれでランナー一塁三塁ワンアウト。その後稲葉デッドボールで満塁になってバッター4番の小屋の、この打球が三遊間を割っていきます。ランナー2人、田中健介、森本1人ホームイン、さらに2点追加、3対0とリードを取りますファイターズ。そして4回のファイターズ、ワンアウトランナー3塁というチャンスを作ります。陽がランナー3塁、2番手西川、飯山、これ初球でしたね、ちょっとね、変わりっぱなですけどね、スクイーズ決めて4点目、ここまでは完全にファイターズペースでした。4回、バーロン先頭バッター、これは記録はヒットなんですが、後藤が出て、カブレラのヒットで続いて2塁1塁、ワンアウト後北川、三遊間を割っていきます。この打球で後藤がホームに帰ってきます、1点返して4対1。さらに2アウトランナー2塁1塁となって日高、ここはよくつなぎました。この打球でカブレラがホームに帰ってきます。クロスプレーになるんですが、ホームイン。これで4対2。そして5回マウンド上には2番手石井が上がってランナー3塁、バッターカブレラ、高々と上がった打球、レフト森本が下がっていきます、下がって下がってジャンプ取れません。この間に坂口ホームに帰って1点差、なおもランナー2塁でバッターボックスは5番の T 岡田、左方向持っていきます、森本一人取れません。この打球でカブレラゆっくりホームイン、これで4対4の同点にバファローズが追いついています。